ーレスキュー部隊マダーを出動します。アクシデントやっていきましょう。今日は何人助けられるかな。前回ね、森の中のね、事故を解決しました。そして2人の尊い命を救いました。で、今回この雪国なんすわ、ここはちょっと大変ぞ。行ってみましょう。レッツゴー。どこや？え、どこにある？え、これやらかしてもうてますやん、人知れず。え、もう始まってんの？これ始まったわ。3人いる今回は。しかも全員生きてる。いけるぞ。ほんでハザードはいらない。そっか、道路じゃないもんね。ここ閉めて、え、後部座席開く。なんかあんの？ダミーや、これ騙したな、私を。なんかようわからんけど、医療キットも持っとくわ。これいらんくない？三角のやつ置く必要ないよね。あ、電話や。とりあえず事故してますの電話。え、県外やん。ちょ待って、どういうこと？どうしよう。え、どうしよう、どうしよう、どうしよう。これなんかロードサービス的なのないの、この中に。え、待って、いや、なんかあそこに置けるぞ。置くの？これエマージェンシーサービス。電話県外。え、どうしよう、どうしたらいい。いや、もうこんなことされたら一気にテンパるやん。とりあえずちょっと行ってみる。大丈夫ですか？やばいやん、これ私なすすべなくね。細かない、細かない。終わったわ、終わったわ。ちょっと待って、え、一人だけやったよね、車の中。ちょ、みんなさ、事故ってるんやから、車が。そんなさっそうと、やっぱ置くんか、あれ、三角のやつ。名前分からん、三角のやつ。あ、ミイラ取りがミイラとはこのことですわ。死んでもうた。ブードーンと、ドラマのような死に方してしまった。なかったことにします。私は時を司れるのだよ。結構戻れるぞ。まあまあ戻れる。あ、もう最初のまま戻った、戻った。なかったことになりました。普通に死んだ。普通に死んだのはワロタ。やわろえ。電話ができないから。どうしたらいいんやろ。とりあえずこれを置くやな。わからんけど。置く場所があそこにあるから。いや、危なくないこれ。いけんのかこれ。いける。いけた、いけた、いけた。いけたわ。ここに置く。え、車どこ？もう一台。あれ？いや待って、遠くない？ちょっと待って。危ない、危ない、なんか、あ、ちょっと無視すんな。え、死んだ？え、なんで？なんで死んだ？置いたやん。三角のやつ置いたよね、私。なんで死んだ？はーぞ。マジで。携帯は意味ないってことやね、じゃあ。ここに。ペイッと置いたら。ペイッと置いても、こいつら車ぶっ飛ばしてくるからな。ちょ、怖いんよ。シャドウ歩いてダメやね。あれも事故車やろ？多分。ああ、嫌やね、ほんと。都会行って。都会か知らんけど。こんな、みんな、無視していくやん、事故ってんのに。大丈夫ですか？何？
あ、人のスマートフォン拾った。これは？あ、これ生きてる。なんで？私の携帯がちょっと弱すぎ？電波電波弱すぎんか。人の携帯、ロックもかかってない。とりあえずゲットイン。入れた。座らせてもろて、寒いて。からのエンジンを切れ。切って、まつげ長いな。手の甲上にして死んでる、怖い。どうしたらいい。次はなんかあるか、開けてみよう。開けれんやん。どうなってんの。え、てかまだ2人しか見つけれてないで、あともう1人どこ。どうしたろ。あ、のけて、のけて、あ、順番にね、のけて。いや、力持ちすぎ、私スーパーレスキュー隊やん。何の機材もいらんで、一人で全部ことを解決してしまえる人材。そう、それがまだお。これはエンジン来た、オッケー。で、あ、ここに2人乗ってるわ。あー、老夫婦やん。多分生きてるよね。大丈夫ですか。シートベルト抜けますね。失礼します。はい、お口開けてごらん。はい、深呼吸して。はー、息してるね。そう、お腹から呼吸をするんだ。往復式呼吸で、ヨガの先生が言ってたからの、助手席のおばはん、何？ウィンドウ？ウィンドウ？ライトウィンドウアップ、ライトウィンドウダウン。あ、右のね、あそこ開いたんや。じゃあ行けるわ。あのおばはん、おばはんを助けに行こう。こうか。いや、すごい行くやん。中入ってったわ。大丈夫じゃないですよね。分かってます、ごめんなさい。皆まで言うな。あ、やばい、首や。首をそんなに乱暴に扱ってダメしてるね。ダメ、私が絶対生かすからね。 OK。 やばい、でももう死にそう。え、で次は、え、もう一人、あのおっさんか。クソ、もう一回戻らないか。誰誰誰、遠い遠い、救える命が救えん。で、私が死ぬからな、普通に。これ車気をつけとかないと。来たやで、来たやで。大丈夫ですかーって一応やっといて、シートベルトかけて。これどうなってんの。駅弁スタイルになってない。口当ててもらって、綺麗な顔してやがれ。気はしてる。あります、まだ生きてます。で、ここ傷、頭打ったんやね。痛かったね。やばい、おばはんとこの人が一番メーターが減ってる。やばいかもしれん。どうしよう。さらに次チェックインはロケーション、ロケーションは私の車じゃないとわからないんか。ちょっと待って、遠い、車がパッカーンなってる、私の車。オープンカーになってる。これが本当の場所は、あ、わかった、 M10 です。場所は M10 です。どこか、医療キット持って閉めとこ。次はヘルプザビクティメス、この人たちを助けろって。助けたらいいんや。え、おばはん、この二人は外傷がないから、あの男の人か。あと男の人のとこ行こう。あー、やばい、死んじゃう。死なないで、死なないで、死なないで。このお兄さんに、え、どこ行った。え、出したやん、出した。寒いんちゃう、大丈夫。
そういう人もイケメンやな。グローブつけて包帯をここに巻くでいいんですか。え、ここかぶってはない。どうしたらいい。え、なに、どうした、なにこれ、なにこれ、なにこれ、なに、え、なに、なに、なに、これなに、どうしたらいい。これあんま動かさない方がいいのでは。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、説明して。プロテクトザビクティムズフロムコールド、寒いってこと。って大丈夫これ、待って、敷かれる、死ぬ。え、車の中戻そうや、それやったら戻せないだと。トランク言わない。え、どういうこと、わからん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 、それはわからん、全然わからん。あ、死ぬ、死ぬで、死んでしまう。あ、死んだ。待って、いやー、時を戻そう。何が正解やった？電話して。あ、ここからね。医療キットを取る前に戻った。で、取って、あのお兄さんのとこ行くよ、多分。いけるこれ。医療キットよ。使って。バッテリーも巻いてくれ、もう。こう出さないかん、出さないかんろうか。出した、出して、処置、ペペッと処置しました。で、運ぶん。プトザメンインユアカー、私の車に乗せろってことか。おっていうて、私のオープンカーに連れて行ってあるよ。時間かかるで、これこれ間に合うかな。いやー、どういう持ち方してんの。でも女の人やったらこんな持ち方できないよね、まず男の人人一人。渡るで、いける、これ。あ、やばい、危ない、やばい、怖い。この人、ここ、え、待って、そんな乗り方してないよね。待って待って待って、どんな乗り方それ、どういうこと、ここ、ここか。あ、行った行った行った行けた行けた行けたわ。このお兄さん一緒に座ってしまったよね。からの、え、この人たちはどうしたらいいん。運べんで、運べるか、運べんくない、閉めた。え、無水、どうしたらいい。え、エンジンつけて暖房とかそういうの。むずくない、ちょっとちょっと、開けて、いや、これもう一回おもろいからやろう。こういうことしてるから死んじゃうよ。これどういう状況。面白い。お兄さんと二人乗りやな。これ閉めて閉めて閉めて、このおばあさんの方の窓閉めて、どう閉める、どう、来た来た、いやいやいや、これね、どうよ。 Wait for help to arrive、 早く早く来て早く来て早く来てくれると死んでしまう。あ、ここで待てて、あ、来た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 、あー、もう焦った、遅いよ、もう
の虫の息やぞ。私のせいだけど私のせいやけどさ、あ、よかった、救えたわ。なんかやり直したことか。で、証拠考察をしていくと、タイヤ痕、これか。And crash his car into the parking shed。 これパーキングやったよな、パーキングに突っ込んだんや。なる、これタイヤ痕。これはバッティムロースコントロールオフィスカーファイホイールチェンジングレーン、チェンジングレーン。これ何っていうか気になってた、ずっと。これバティムコイルズウィズ、ごめん、とりあえず車と衝突した、ああの老夫婦とぶつかったんかな。そうやね、絶対。ピックアップスピンアラウンドアンドスライドイントアトリー、ここで滑ってぐる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 ってなってドーンみたいな。読めましたね、これは。簡単すぎません？楽勝じゃん。でもさ、写真が地味すぎて私英語読めないからこれ難しいどれがどれの写真かよく分かってないんやけど。6コマ目、距離的に、じゃあこれや、老夫婦は最後やと思う。老夫婦の手前にあるタイヤ痕もその次の最後になるろ。でこういう感じ。ちょっと後で一気に考察するね。これがチェンジングレーンからの衝突。いやちょっと A だけじゃ微妙時系列がわからん。英語もちょっとふわふわしたままやってみました。考察いきます。まずイケメンの男の人が車線をはみ出たと、はみ出て対向車線の老夫婦とぶつかって、それのガラス破片、これがで、それでフラフラフラって滑って木にあのイケメンはぶつかって、老夫婦はそのままパーキングエリアなんかな、この建物にドーンぶち込んだ。どうでしょうか。整いました。きたー、これほんまやってんのか。何選んでも合ってるんじゃない。すごーい、私レスキュー隊員になれるかも。名探偵にもなれる。よかったー、来てたわ、みんな生きてた。出なかった。よかった、おばあさん。おばあさんも生きてた。おじいさん、おばあさん、余生を楽しんでほしい。このイケメンのせいやぞ。お前、先でも飲んでたんちゃうか、こいつ。英語読めんから何とも言えんけど、こいつがバディムか。ここで名前がやっと出てきたわ。いや、よかった。みんな救えた。雪国大変やわ。てか私が死んだわ、1回2回死んだ来た、これやな。ゲイゲやん、よそ見してた。あ、ほんだらあードーンぶつかって、キリッとぶつかります。でローフー、雪国やっぱ滑るやな、地面が。あ、増えた、また。試される第一へ、雪国無事生還いたしました。3名救えました、よかった。死んだわ、私が2回死んだあ、でも間に合わずに男の人のおばあさんも死んでんのか。いやー大変だったなー。脇見運転はみんなやめた方がいい。うん、これからね寒くなって雪降ってくるっ
ところもあると思うんで、運転気をつけてくださいね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。次回マップ何個か増えたんでバシバシ救っていきますよ。待っててねみんな。では次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。